こんにちは、長野インターネットと申します。こんにちは。こんにちは。どうも。今長野県は東御市に来ておりますが、ここすごくこうにやかな、そして着物がたくさん机の上に並んでいるこの会場で、2人のお客様を交えてお話を聞きたいと思います。こんにちは。どうも。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、東御市内でカフェどうやというお店をやっております森尻と申します。森尻さん、はい、こんにちは。こんにちは。飯島着物工房と申します。着物を縫っております。今日は何か着物のイベントということなんでしょうか。そうですね、着物を、うちの商品着物売ってるんですけど、はいはい、それを買ってもらったり、あとなんかサイズ直しの相談に来られる方とか、着付けを教えてくださいとかっていうイベントをやってます。カフェなんですよね。カフェじゃないんです。着物も今日は。あ、そうですね、名前がカフェなだけで、はいはい、うちの店カフェじゃないんですよ。お茶を出してるわけですね。お茶を出すんですけどはい、はい、こちらの都合で出します。今日あるものをお出しして、はい、お金はもらってないです。カフェ営業はしてないです。あ、そういうことなんですね。そのカフェの会場はここなんですか。お店は違うところ。あ、また違うところにあるんです、はい、今日はここで出張して、はい、イベントをさせてもらってます。なんかたくさんの人が先ほどから、ご飯をいただいたりとか、はい、お茶を飲みながら和気あいあいとやってるんですけども、今日のイベントについて詳しく教えてください。はい、飯島さんが最初に発案というか、はい、こうお茶飲み場みたいなものを ね作りたいっていうことで、で浅石さんで私が着物屋なので、はい、着物で始めたんですけど、うん、いろんな方が ね集まってきて、今はその健康相談というか健康になるためのいろんなお話をしたりとか、実際にマッサージとかよもぎ蒸しとかっていうようなことも始まって、でお昼は私お作りして出すんですけど、病気だったりアトピーだったりっていう方が食べても安心なものを、お出しして、でそれも今その品物も売ったりとか、本当にもういろんな、いろんな方とつながってきまして、そうそう、私たちが意図したのとは違う方向にどんどん育っているというか、楽しく皆さんそれぞれにいろいろなお仕事とかもう入ってもらったり、健康の講座とかそういうような感じのこともやらせてもらったりとか、もう楽しいことばかりが集まって、はい、なるほど。最初のスタートは着物だったんですけど、はい、それがこう、いろんな仲間が、そうですね、なんか需要というか、いろんな人が私これ売りたいとか、こういうことやりたいみたいなことがだんだん膨らんできて、今こうなりましたっていう感じで。なんかその健康についてっていうことでちょっとお聞きしたんですけども、はい、なんかそのすごいその健康法を持ってるっていう森尻さんにちょっとお聞きしたんですけども、はい、どんなどうでしょうか。冷え取り健康法っていう健康法、でもこれは生活法なんですよね。なんでお風呂をちょっとぬるめにして長く入るとか、洋服は上より下をたくさん着るとか、足を温めるとか、なんかその生活の仕方をちょっと変えるっていう形のものなので、ここに今集まってる人はみんなそれを実際取り組んでいて、靴下をいっぱい重ねて履いてたり、お風呂にね半身浴をたくさんしたりとかで、それをなんていうのかな、ガイドしてくれるというか、具体的な方法を教えてくれる方が日曜日いらっしゃるので、みんなでねどうしたらいいですかっていう相談をしたり、そう、あとは実際取り組んでる人が温めてったらこんなことが起きたっていうような話を皆さんと共有すると、自分の身に置き換えて経験ができるっていうことで、今日の午前中はそんなお話し会っていうのをやってました。なるほど。はい、おじりさん自体もその食品にこだわりを持ってるっていうのは。そうですね、はい、こだわりというか、自分でその無農薬無化学肥料でお米とか作ってます。野菜作ってて、で自分たちで食べるというか身内で食べるのを目的にやってるんですけど、今はここでそのランチで食材をお出ししたりとか、欲しいっていう方があればお米お味噌をちょっと売ったりとか、そういうこともしてます。本当は飯島さんのその着物が中心だったんだけども、中心っていうよりも、はい、いや、みんなでお茶飲みしながら、はい、そのこう着物の話をしたりとか、あと古着をこう出してもらったり、みんなが来た時に、
なんかこう見たりいろいろ楽しめるものがあったらいいなって言って、あの気軽な感じで、あの森尻さんと一緒にやりましょうよって言ったところ、あの一緒にやろうって、それでもしね人が来なくても自分たちでお茶飲みして楽しんでできるし、どっちにしてもすごい楽しいねっていうことで、楽しい楽しいでやってきたところ、皆さんがすごく集まってくれて、それでいろいろな人のつながりがあって、でもそれぞれの皆さんが、あの私たちとじゃなくても来た人、来た人同士とか、そういうのでみんな和気あいあいとやっているところを私も見られて、はい、ああすごく素敵だなと思って、よかったなと思ってます。今度なんか予定してるイベントがあるとかって。そうですね、まあ、これは古民家の集いといって、私と飯島さんが、まあ、個人的にやってるイベントなんですけど、はい、私たち主生クラブっていう、あの異業種交流会に所属してまして、はい、で、まあ、あの今回企画しているイベントっていうのは、まあ、主生に所属している人たちがいろいろ物品とかサービスを提供して、で、まあ、一般のお客様に来ていただいて、まあ、そこでこう縁をつなぎたいっていうようなイベントで、まあ、イメージとしては物産展というか、あの全国の主生クラブの会員さんからいろんないいものを集めますので、はい、ぜひともその、まあ、大変な時期なんですけども、はい、それを乗り越えて、はい、そのきっかけとして、そうですね、やっぱりあの私たちいつもその上田高砂殿で霊会っていうのを毎月やってるんですけど、すごくあの安全というか空気も、ね、あの完全にこう換気されてるし、あのそのなんだろう、スペースも広いスペースをゆったり使わせていただいてるので、まあ、コロナでも結構安全でできてるなっていうのがあって、でそうそう、なもんでやっぱりこういう時代でも気をつければ人は集まれるっていうのを、まあ、この1年勉強してきたので、まあ、来るお客様にも安全に入っていただけるようにいろいろ対策をしてやりたいと思います。その中の森さんと飯島さんはどんな役割をされてるんですか？主戦クラブ、その上田の私は事務局を担当してまして、まあ、主にその、ね、あの霊界の出血の管理とか会員さんの管理とかっていうことを担当してて、飯島さんは、まあ、私は会員さん、うん、会員で、あとフォロー、ちょっとその時は、ね、いろいろお手伝いしてもらって、いろいろなお手伝いで手が回らないところへちょっと行ったりとか、はい、着付けとか ね、はい、そういう方で、はい、着物着て参加する、うん、そうです、着物ね、私たちだけはね、うん、着物で、 それであと着物着たい人も来ていただいて、そこで着付けしてっていうこともできるんですよ。だからどちらの方も、着物に関してもその物産展とかあるので、その皆さんに見てもらうっていうのも、うん、やりたいなと思って、うん、はい、ぜひ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 、もう一度じゃあ詳しく告知してください。はい、3月7日の、はい、10時から、10時からですね、10時から16時日曜日です、はい、でただ今回はあのそのなんて言うんでしょう、密にならないように、あの1時間半ずつ時間を区切って入れ替え制にしようと思ってますので、はい、まあ、あの1時間半の間その物産展の中をこう見ていただいて、お買い物をしていただいたり、まあ、飯島さんは着物を着て撮影ブースをやりますので、はい、着付けとね、あの撮影でいくらっていうのをこれから決めるんですけど、その会場限定の商品券なんか、あ、そうです、あの一応そのあのなんて言うんでしょうね、人員のね整理というか、あの密にならないようにしたいので、一応チケット1000円でお買い求めいただきまして、でその代わり1000円分のお買い物券を会場でお渡ししますので、そういうことです、はい、無料でお入りいただく。なので、あの全国から美味しいものとかね、楽しいものとか、あの結構占い系の面白いものとか、いろんなものが来ますので、ぜひぜひたくさんの皆さんにおいでいただければと思います。もう少しですね。そうですね、あと2週間しかない。もうその頃にすごく暖かくなってると思います。そうですね、はい、ぜひあの準備とかいろいろ大変だと思いますけど、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。